福島県藍津若松市表町付近の湯川、国道118号を通す大橋から、湯川は福島県に源流を持つ一級河川で、一級水系、阿賀野川水系に属する。藍津布引山を水源とし、藍津若松市東山町や、藍津若松市市が一南部を流れる。1934年から1958年までの間に、 国直轄により湯川放水路の改作事業が行われたため、現在は、蟹川橋付近で阿賀川に流れ込む湯川放水路と、川沼国湯川村を経由して、せせなぎ川に合流後、北方市塩川地区にて日橋川に流れ込む旧湯川がある。湯川放水路は、会津若松市高座市町付近を経由して、前日のように、阿賀川に流れ込んでいるほか、 旧湯川は、藍津盆地中部の水田などが広がる地帯を流れている。藍津若松市の市街地は、本河川とせせなぎ川と不動川などその支流による洗浄地に形成されたとされる。また、本河川には1970年に、湯川総合開発事業により建設の着手がなされ、1972年に着工。 1982年に完成した東山ダムがある。加えて、川沼郡湯川村の村名は本河川に由来する。加えて、本河川について、国土交通省の提供する川の防災情報から、雨量、水位等の情報を得ることができる。会津若松市東山城には、雨降り滝と呼ばれる滝があるほか、湯川の名称は東山温泉による。また、 かつては、黒川と呼ばれていた時期もあったとされる。ABC 合図若松建設事務所100周年、記念し合図若松市の元凶と緑の課題、湯川村国土交通省側の防災情報、角川日本地名大事典福島県 P1083、1981、福島県の橋梁平成10年度版、福島県土木部福島県の橋梁昭和61年度版、 福島県土木部福島民放合津東山、盆踊り洪水ハザードマップつついて、合津若松市全国川遊び百選。ありがとうございます。